としてやっぱこれを防衛することによってチャンピオンとして認知されるんじゃないかなと。65キロのチャンピオンとしてずっとこう君臨していて、で70キロ上げても両輪の70キロでチャンピオンになるっていう、そこは夢なんで、それまで絶対負けられないです。ヘビー級の試合がやっぱ多く組まれてる中、軽量級ならではのやっぱスピードとかテクニックとかですね、そういうのを観客の皆さんに見せられたらいいなっていうふうに思ってます。 KO っていうのはすごい意識していて、その KO するまでの過程をやっぱこう見てもらいたいというか、僕はディフェンスがすごい得意なので、その辺も注目して見ていただけたらなというふうに思ってます。僕が苦戦している姿はあまりイメージできないので、顔が怖い体とかがなんかごっつくて、なんか秘策をいろいろ今練ってます。ガンガン攻めてくる選手だと思いますので、スピードで翻弄して戦っていけたら主導権を握れるんじゃないかなというふうに思います。倒してくれると思います。才能もありますし、努力も惜しまない選手がさらに進化していくんじゃないか、やるからにはやっぱり歴史に名前を残す選手になってほしいという思いで僕も指導してますので、そうなってくれると信じています。僕の理想はハイキックで派手に起用するのが理想なので、インパクトある試合をして、ああ久保優太の試合面白かったなっていう風に、興行の中で一番面白かったっていう風にやっぱり言われるような試合をするのが僕の目標です。世界最高峰の戦いを当日は見せたいと思ってます。